はいどうもこんにちは、アールアジです。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。バンダイハイパーヨーヨー、ハイパークラスター、PB パッドループ、マッハフェニックス。このヨーヨーはハイパークラスター第4つ目にしてラインナップされたヨーヨーです。ルーピングのやりやすい機種として登場したんですが、いろいろな経緯があって使いやすいのかっていう疑問もありながらも、マッハフェニックスを紹介していきたいと思います。マッハフェニックス、デフォルメセッティングでのボディ形状はノーマル形状、レスポンスはパッドタイプ、レスポンスサイズはパッドコア専用のパッドです。ベアリングはハイパークラスター専用のプラスチックベアリングが使われてます。そしてハイパークラスターということで組み替え型のようです。このマッハフェニックス、一番最初にラインナップされたこの PB スターループの、まあ、上位互換として PB スターループよりも軽くて戻りが強いっていうことで、ルーピングのやりやすい機種として登場したんですけど、正直言うと、僕の個人的意見も含めて言わせていただきますと、まずハイパークラスターっていう時点でルーピングやりやすいわけではないっていうのと、今になって言う話なんですけど、このマッハフェニックスの後にフラッシュフェンリューが出てしまったことによって、正直マッハフェニックスがめちゃくちゃルーピングに特化したようではないっていうのが、まあ、このフラッシュフェンリューが出てね、明らかになってしまったわけなんですよね。そんなちょっと残念なヨーヨーなんですけど、まあいろいろね、お話しできることもあるので、まずはこのマッハフェニックスボディからお話していきたいと思います。このマッハフェニックスボディ、こいつの一番の特徴は、先ほど話したようにルーピングボディよりも重量が軽いっていう特徴で登場しました。重量の差としては、片方のボディでこのループボディは 21g、 このマッハフェニックスボディは 19g ということで、まあ、片方のボディで 2g 差、両方合わせて 4g 差っていうことで、まあ、ヨーヨーの、ね、性質として 1g 変われば性能は全然違うヨーヨーになるっていうのは確かなんですけど、ハイパークラスターの場合、まず重量がすごい重たいので、普通のね、ルーピングヨーヨーと比べるとやっぱり重いので、重い中で微妙に重量が軽くなったって言っても、他のね、このルーピングヨーヨーと比べればまだ重い方なので、どうしてもやっぱりこう使いづらいんですよ。まだ使いづらいんですよね。なので正直ハイパークラスターの中で 4g 変わったところで、そうそうやりやすくなるわけではないんですよね。なので本当にまあ気持ち程度の気分的な感じのね、はい、ボディになっております。だから、まあ、だからっていうのもちょっと言い方が変ですけど、もう一つの特徴として、スピンフェニックスから引き継いだこのね、蓄光キャップが採用されているんじゃないかなっていうね、ちょっとした妄想なんかもしてみたり、重量が軽いボディが欲しければマッハフェニックスボディっていう感じでね、ラインナップされたんですけど、正直こいつがね、まあ、中途半端なパーツになってしまってるのが、まあ、ボディ形状がループ形状のまんま重量が軽くなったっていう特徴なんですけど、もっと重量の軽さを求めるなら、この後に出たこのフラッシュフェンリルボディの方が軽いんですよね。はい、このフラッシュフェンリルボディ片方で 15g になってるんですよ。こいつが 19g、 こいつが 15g なんて 4g の差があるんですよ。片方のボディですよ。両方合わせれば 8g 差なんですよ。さらに、まあ、このね、両極端、通常のループボディとフラッシュフェンリルボディを比べると 9g 差、相当だよね。はい、ということで、本当に重量を軽くしたいならフラッシュフェンリルボディの方がね、軽くなるので、このフラッシュフェンリルボディが出てきてしまったがために、やっぱりこいつがね、中途半端なパーツになってしまったんだなというところでございますよ。で、まあそんな中途半端なこのマッハフェニックスボディなんですけど、第3期ハイパーヨーヨーの、活躍する漫画、キメルのヨーヨーっていう漫画で、主人公が最初このスピンフェニックスを使っているんですけど、このスピンフェニックスの進化系として登場するのがこのマッハフェニックスなんですよ。まあなので、第1期ハイパーヨーヨーの漫画の超スプスピナーで、最初ね、主人公がファイヤーボールを使っていて、その後ね、ハイパードラゴンが出てきたように、まあ普通のね、こうスタンダードな、使いやすいね、入門機種のヨーヨーから、組み替えのできるね、さらに遊びの深い、はい、組み替え型のヨーヨーになるっていう、そういうところまで考えてしまうと、このマッハフェニックスは、そういうハイパークラスター全体の宣伝のために作られたヨーヨーなんじゃないかなって思ったりもしなくはない。そんな感じの、ボディ。そんな感じのヨーヨーになっております。そして今度は、この、パッドコアですね。このパッドコア、名前の通り、レスポンスがパッドタイプの、レスポンスになっているコアでございます。ハイパークラスター、マッハフェニックスまでのラインナップでいくと、完成済みのヨーヨーの場合、
はい、中についているコアは全て中のレスポンスはスタータイプ、スターコアが使われていたんですが、まあ別売りでパッドコアもね、はい、単体販売で別売りとして販売されてはいたんですけど、まあハフェニックスを購入することによって、まあ別売りで購入しなくても、パッドコアが手に入ったっていうことで、別売りのパーツを買っていない人にとっては、まあ初搭載のパーツとなります。このね、パッドコア、戻りが相当強くなっております。以前、ブレイズグリフォンの動画で、このスタータイプコアのスターが低いことによって戻りが悪いっていう、スターのくせに、引き戻しのようのくせに戻りが悪いっていう弱点があるっていう話をしたんですけど、逆にこのスタータイプコアは戻りが強いんですよ。マハフェニックスがルーピング向けのヨーヨー、ルーピング特化のヨーヨーっていうことで、パッドタイプコアを使って戻りが強いっていう、まあ、コンセプトにしたっていうのもわかるんですけど、正直他のヨーヨーのストリングトリックをこう重視してやるカスタマイズする場合は、どうしてもこのパッドタイプだと戻りが強すぎるんじゃないかって思う時もあるくらい戻りが強いものとなっております。その理由として、レスポンスパッドの黄色いゴムの部分が真横から見るとちょっと出っ張ってるんですよね。まあこれのおかげでしっかりグリップしてくれて戻りが強いっていう特性にもなるんですけど、ストリングトリックをする場合は何度もレスポンスにストリングが当たるので、このね出っ張っているパッドに当たってしまって不用意に戻ってきたり、急にねスリープが減速したりするので、ちょっと扱いがね難しかったコアでもありました。まあルーピングっていうね売り文句を持つマッハフェニックスにはまあちょうどいいパッドなんじゃないかなと、ちょうどいいコアなんじゃないかなと思います。そしてマッハフェニックスに入っているベアリング、プラスチックベアリングですね。正直ね、僕はね個人的にねこいつに一番文句を言いたくて、本当にねマッハフェニックスをルーピング特化にさせたいんなら、このねハイパークラスターが最初にね販売された時に一緒に販売されたハイパークラスターベアリングセットの中に入っているプラスチックスペーサーとメタルベアリングの組み合わせ、 MBS1 の組み合わせの方がワセリンつけた方がいいんですけど、量がね圧倒的に少なくて済むので、はい、スリープも伸びますし、それでいてこのプラスチックスペーサーのおかげで戻りが強くなるので、正直本当にルーピング特化にさせたいんならこっちの方が良かったんじゃないかなとも思うんですけど、ここでもまたこのね、はい、スピンフェニックスの進化っていう設定、この歌い文句があるからこそ、このマッハフェニックスにプラスチックベアリングが使われたんじゃないかなって思うところでもありまして、だってね、まあ違う見方もできるんですけど、だってブレイズグリフォンにはまあスタータイプコアこそそのまま引き継ぎましたけど、メタルスペーサーとメタルベアリングを搭載して、さらにブレイズグリフォンで、このマッハフェニックスはこのプラスチックベアリングのせいでまあレスポンスが新しくなったっていう見方をすれば、ブレイズグリフォンはベアリングとボディ、このマッハフェニックスはコアとボディっていうね、まあ片方2個ずつパーツが新しくなっているっていう見方もできるんですけど、やっぱりね、このプラスチックベアリングっていうせいで、正直使いづらいものになってしまっているんですよね。それがちょっと残念だなと思ってしまうところでございます。というわけで、そんなね、ちょっと曖昧な、ちょっと微妙なパーツを組み合わせて、BB パッドループマッハフェニックスが完成します。実際に振っていくことにしましょう。振る前に、このマッハフェニックスのセッティングなんですけど、今紹介するためにベアリングはね、ワセリンを拭き取っている状態なので、ワセリンはついていないです。そして、ストリングは、まずはね、一重巻きの状態で振っていきたいと思います。それでは振ってみましょう。回した感じはこんな感じです。ベアリングがうまく回らなくて、ちょっと変な音がしますね。そしてね、ブレもまあまあブレるんですよね。そして、引き戻しです。ワセリンをつけていなくても、レスポンスがパッドタイプ、さらにあれだけせり出しているっていうことで、しっかりとストリングとレスポンスが噛み合って、しっかり戻ってきてくれますね。はい。それでいて、ベアリングの周りに何もついていないので、割としっかり回ってくれますね。はい。はい。そして、リジェネレーションをするくらいの戻りであれば、問題なく、はい、戻ってきてくれます。なんですけど、この状態、ワセリンがついていなくて、一重巻きの状態だと、ルーピングできなくはないんですけど、先端にね、ちょっとスリープする感覚があるんですよね。途中で、オブで、今だったね。はい。先端でスリープして、不意に戻ってこない時があるっていう、ちょっと怖さがあるので、こういう場合は、はい、ワセリンをつけてあげたり、二重巻きにして、自分好みのセッティングにする方がいいんじゃないかなと思います。それでもやっぱり重いのが、
使いづらいんですよね。それでいて重いからしっかり回るんですけど、正直このボディ形状がノーマル形状ってことでストリングトリックはまあできなくはないですけど、ムーンサルトぐらいしかできないんですよ。はい、あまり複雑なストリングトリックはできないので、できたとしても、まあ、ハイパーヨーでいうスリーピングトリック、ブランコとか東京あーぶねー、はい、東京タワーとか、はい、スパイダーベイビーとかがね、まあ限界なんじゃないかなと思います。ちなみに僕の得意な、うわー戻らんかったー、こういうことがあるんでね、まあ忘れにはつけた方がいいんじゃないかなと思いますけど、はい、ドッグバイトなんかも、まあ、できなくはないですけど、正直これはね、はい、パフォーマンス以外で使う機会はないので、そこまでねこいつがやっぱり使える要領ではないのかなと思います。やっぱりねマッハフェニックスでルーピングを楽しみたいっていう場合は MBS1 のカスタマイズの方がいいんじゃないかなと思います。まずは一重巻きの状態で、一重巻きの状態でも、はい、問題なく回ってくれますし、問題なく戻ってきてくれます。しかも、プラスチックベアリングの時にあったガリガリするような感じはなくて、ベアリングが入っているのですごく滑らかに回ってくれますね。それでいて戻りが強いので、はい、一重巻きの状態でも結構しっかりね、はい、ルーピングをすることができます。はい、なんですけどメタルベアリングが入ったことによって、このねマッハフェニックスのちょっと軽いっていうね、はい、特徴が、まあ、プラスチックベアリングからメタルベアリングに変わった分重量がアップするので、ちょっとねこのマッハフェニックスのこの特徴がね失われるところもありますけど、でも戻りがさらに強くなって、それでいてスリープ回転が滑らかになる、回転が滑らかになるので、はい、こっちの方がねやっぱりルーピングはやりやすくなるんじゃないかなと思います。一重巻きの状態でもルーピングはやりやすかったんですけど、さらに二重巻きにすれば戻りは強くなるので、はい、さらにねルーピングはやりやすくなりますね。やっぱこっちの方がねやりやすいんですよね、ルーピングはね。はい、ワセリンつけてないのに先端でスリップすることもないんですよ。はい、これが結構ね、はい、ルーピングしてて気持ちいいですけど、重いのがやっぱりね、はい、使いづらいんですよね。なかなか気持ちいいね。まあ、重いんで安定するといえば安定するんでね、まあ、これも特徴の一つではあるんですけど、指が痛いんですよ。はいはい、そんな感じでございます。トータルで見てルーピングのやりやすい機種かと言われればそうでもないですし、じゃあねスリープ時間がないかといえばそういうわけでもないですし、ストリングトリックができるとかと言われれば全然できないですし、じゃあこいつは何なんだって言われると、いやー何なんでしょうっていうような色なんですけど、使われている、まあこのねパッドタイプコアを手に入れる、プラスアルファ新しいボディを手に入れるっていう意味で手に入れるのもまあいいんじゃないかなと、パーツ取り要因として手に入れるのもまあいいんじゃないかなと思います。本当にこのハイパークラスターでルーピングをしたい場合はフラッシュフェンリルっていうね選択肢もありますし、まあそもそもハイパークラスターでルーピングをする必要はないんですけど、他のねルーピングのやりやすい色がたくさんあるのでわざわざこいつでやる必要はないとは思うんですけど、でもね、はい、改造して遊ぶ、カスタマイズして遊ぶっていう面白さはハイパークラスターありますし、パーツ一つ増えるだけで、たくさんの可能性が広がるので、はい、まあこいつも持っていてもまあ損はないんじゃないかなと思います。さらにこのね、はい、グローキャップ、蓄光キャップが結構ハイパークラスターの中でも珍しくて、はい、LED ボディと組み合わせてもねなかなか不思議な光り方をするので、はい、ハイパークラスター集めている人はまあ結構今でもね中古でも見ますし、結構値段も安くなっている時があったりするので、はい、気になる方はハイパークラスターを集めている方はチェックしてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、以上ねバンダイハイパーヨーヨーハイパークラスターPB パッドループマッハフェニックスの紹介でした。